我が国を取り巻く安全保障環境は様々な課題や不安定要因がより顕在化、先鋭化してきており、一層厳しさを増す中、防衛省自衛隊は平成30年も国内外において様々な活動を行ってきました。それではその主な取り組みについて振り返ってみます。自衛隊は平素から領海・領空とその周辺の海空域において情報収集および警戒監視を行っています。平成30年1月、戦没航行していた中国海軍潜水艦と中国海軍艦艇が尖閣諸島周辺の我が国接続水域を同日に航行するのを確認しました。このような尖閣諸島周辺の我が国接続水域における中国海軍潜水艦による航行の確認は本件が初めてであり、事態の重大なエスカレーションです。さらに4月には与那国島の南約350キロの海域で空母遼寧からの複数の艦載戦闘機と思われる航空機の飛行が初めて確認されました。海事哨戒機などが北朝鮮船籍タンカーと外国船籍タンカーが東シナ海の公海上で接舷している様子を同年1月以降に7月末の段階で計10回確認し、関係省庁と情報共有を行いました。このような中、米国に加え関係国が警戒監視活動を実施。オーストラリア、カナダおよびニュージーランドが航空機による警戒監視活動を実施しました。平成29年度におけるロシア機に対する緊急発進回数は前年度と比べて89回増加し390回となり、平成30年も12月時点において270回確認されています。2月には爆撃機2機が我が国周辺を長距離飛行するなど、引き続きロシア機の活動は活発なまま推移しています。我が国は多くの島嶼を有するが、島嶼部への攻撃に対応するため部隊などの配置とともに平素から情報収集警戒監視を行っています。平成30年3月、統合運用のもと陸上自衛隊の部隊の迅速柔軟な全国的運用を可能とするため陸上総隊を、島嶼部防衛のため本格的な水陸両用作戦機能を備えた水陸機動団をそれぞれ新編しました。同年5月には水陸機動団新編後に海事と連携した初の訓練である水陸機動団演習を、10月には自衛隊施設外での実践的な訓練でもある統合水陸両用作戦訓練を九州西方海域および鹿児島県種子島などにおいて実施しました。我が国の弾道ミサイル防衛は現在イージス艦およびペトリオット PAC-3 による迎撃を連携して効果的に行う多層防衛を基本としています。平成30年9月、護衛艦アタゴの BMD 能力負荷に伴う装備認定試験の一環として SM-3 ブロック 1B 発射試験をハワイ沖で実施し、模擬弾道ミサイル標的の迎撃に成功しました。各国は宇宙空間において自国の軍事的優位性を確保するための能力を急速に開発しています。防衛省自衛隊は指揮統制などの情報通信に使用するため、平成30年4月に X バンド防衛通信衛星2機目を打ち上げるとともに、同年10月に多国間機上演習であるシュリーバー演習に初めて参加しました。
日々高度化・巧妙化するサイバー攻撃に適切に対応するため、防衛省自衛隊ではサイバー防衛隊および陸海空自衛隊のサイバー防護部隊を増員し、サイバー攻撃対処を行う部隊の規模を拡充しました。平成30年1月に NATO サイバー防衛協力センターへの我が国の参加が承認されたことを受け、防衛省は同センターへの職員派遣などを通じて NATO とのサイバー分野での協力関係をさらに発展させることとしました。自衛隊は災害発生時には地方公共団体などと連携協力し、さまざまな活動を行います。平成30年6月には大阪府北部を震源とするマグニチュード 6.1 の地震により、大阪府吹田市、箕面市、高槻市、茨城市で断水などが発生。このため自衛隊は大阪府知事からの災害派遣要請を受け、給水支援や入浴支援などを実施しました。また同年7月には東日本から西日本の広い範囲で記録的な大雨により、各地で河川の氾濫、大規模な浸水、土砂災害が多数発生。このため自衛隊は人命救助、孤立者救助、給水支援、入浴支援、物資輸送、水防活動、道路警戒などを実施しました。同年9月、北海道胆振地方中東部を震源としたマグニチュード 6.7、震度7の北海道胆振東部地震が発生。このため自衛隊は地震による土砂崩れで行方不明になった被害者の救出救援を実施しました。この際、即応予備自衛官の招集を平成30年7月豪雨で行い、最大でおよそ300名、北海道胆振東部地震でおよそ260名が生活支援活動に従事しました。災害時には防衛省が契約する民間船舶を活用し、輸送・入浴支援や宿泊支援などを行っています。今日の国際社会における安全保障上の課題は、一国のみで対応することは困難であり、これに対応するためには各国との協力が不可欠です。平成30年9月、陸上自衛隊は国内において初めて英陸軍との共同訓練、ビジラントアイルズを実施しました。同年11月、海上自衛隊は日向灘において日米豪3カ国共同で初の機雷戦訓練を行いました。同年11月には陸上自衛隊がインド陸軍との共同訓練、ダルマガーディアン18を、12月には航空自衛隊がインド空軍との共同訓練、親友マイトリ18をそれぞれ初めて行いました。6月、小野寺防衛大臣はシャングリラ会合において、さまざまな安全保障上のリスクに地域一体で立ち向かう必要があり、防衛省自衛隊として地域諸国の絆を強化するために今後も尽力していくことを表明しました。平成30年10月、岩屋防衛大臣はシンガポールを訪問し、第5回拡大 ASEAN 国防相会議に出席し、防衛省自衛隊として今後も ADMM プラスにおける防衛協力に主体的に関わることを強調しました。防衛省では不要装備品の無償譲渡などを可能とする自衛隊法上の規定による2件目の移転案件として、多用途ヘリコプター UH-1H の部品などをフィリピンに移転することを決定しました。
能力構築支援は支援対象国自身の能力を向上させるための取り組みです。防衛省自衛隊は自らが有する能力を活用して能力構築の支援に取り組みました。防衛省自衛隊は開かれ安定した海洋の秩序を維持し海上交通の安全を確保するため海賊対処行動を実施するほか同盟国などとより緊密に協力し沿岸国自身の能力向上を支援するとともに様々な機会を利用した共同訓練・演習の充実などの各種取り組みを推進しています。ソマリア沖アデン湾は我が国及び国際社会にとって欧州や中東を結ぶ極めて重要な海上通路にあたるため船籍を問わず全ての国の船舶を海賊行為から防護しています。平成30年10月インドネシア共和国スラウェシ島における地震及び津波被害に関しインドネシア国際緊急援助隊を編成し輸送活動を実施しました。今般の活動においては C-130H 輸送機1機がバリクパパンを拠点としてバリクパパンとパルの間で約200トンの支援物資及び約400人の被災民などの輸送を実施しました。平成27年9月からケニア共和国において平成30年11月からはベトナムにおいて施設活動に必要な重機の操作要員育成のための重機操作訓練などに陸上自衛官を講師要員として派遣し PKO 活動の質の高い活動に寄与しています。平成30年新たな防衛大綱及び中期防衛力整備計画が策定されました。新大綱では1望ましい安全保障環境の創出2脅威の抑止3万が一の場合における脅威への対処という3つの防衛の目標を明確に示しています。またこれを達成する手段である1我が国自身の防衛体制2日米同盟3安全保障協力をそれぞれ強化することとしています。特に我が国自身の防衛体制の強化は我が国の安全保障の根幹であり全ての領域における能力を有機的に融合させる領域横断作戦などを可能とする真に実効的な防衛力として多次元統合防衛力を構築するとの考え方を示しています。そしてこのような考え方を新たな中期防衛力整備計画で具体化することにより防衛省自衛隊は我が国の平和と安全国際社会の平和と安全のため全力で活動してまいります。いかがでしたか。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中今後とも防衛省自衛隊は国民の生命財産と平和な暮らしを守り抜くために日本の防衛国際平和に向けた幅広い活動を引き続き行ってまいります。